昨日がオフだったのでだいぶ疲れが取れました。さあ今週1週間も最高の1週間にしましょう。おはよう、今日も楽しんでこう。なぜか笑顔が引きつっているけど、今日もチャリで自主練開始。いや、そこでパス練してると、うん、そうなるよね。いつも使ってる壁が子供がたくさんいて使えなかったんで、シャアなしでさっきの赤い家でパス練してました。ちなみにこのドリブルは大阪の名門興國高校っていう高校でやってるドリブルトレーニングを参考にしています。まあ、このドリブルトレーニングは基本毎日やった方がいいと思います。まあ、今は週1くらいでしかやってないんですけど、トルコに住んでた頃はほぼ毎日やってました。トルコではトルコ7部のチームにいたんですけど、練習は週3回で1回90分のみでした。だから強度的に毎日自主練できました。ただ今日本で所属しているチームの練習は週 4,5 回あって1日2時間です。で、強度的に結構厳しいんで自主練はそこまではしてないです。週1回くらいですね。ちなみにトルコには人工芝や天然芝の公園もあったりして、あとサッカーゴールが設置されたりしていて、サッカーの自主練するには最適な環境が整っています。トルコをはじめヨーロッパにはサッカーできる公園がたくさんあります。明日からまた練習なので、ストレッチしたり低周波治療器したり、しっかりリカバリーして明日も楽しんでいきます。いただきます。おはよう、今日も楽しんでこう。朝の顔はやっぱり眠そう。でも今日も楽しんでいきます。アフレコしている今はすげえ元気です。今回はトルコと日本のサッカー文化の違いについて語っていきます。トルコは日本よりサッカーが盛んで、おじいちゃんもおばあちゃんも若い女の子も、もちろん男の人もどこかしら推しのサッカーチームがあります。推しのサッカーチームのことで相手と言い争いになることもあります。公園に行けばおじいちゃんも若い子供も男の人も女の人もみんなで一緒にサッカーをしています。それくらいトルコではサッカー文化が浸透しています。ここで注意点が一つ、トルコでしてはいけないことの話、それは政治の話とサッカーの話をすること。政治やサッカーについて熱く語る人が多かったり、強い意見を主張する人も多いので、政治やサッカーの話題を出すとトラブルになることもあります。皆さんトルコに行くときは気をつけましょう。いただきます。しっかりケアしてご飯食べてリカバリーして明日の練習も頑張ってこう。それでは皆さんおやすみなさい。また明日。いただきます。おはよう、今日も最高の一日にしよう。さて今日は都立大学のグローツキッズアカデミーという場所でトレーニングです。俺は高校時代ハンドボール部だった。ジャンプは得意なはずけど、これめちゃくちゃきつい。遅い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 、早く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 、そう、もっと早く。これぐちゃぐちゃじゃん、ぐちゃぐちゃじゃん。しゃるぞ、やれよやれよ。はい、きれいに、お、ちょっときれいになった。もうちょい細かく、細かく強い。ロープもヘディングも頑張っていく。自分の身長を生かしてヘディングでもっとゴールを取れるようになりたいです。そのためにはヘディングのパワーが必要。全身の力をボールにぶつけていく。なお背筋は弱めです。いただきます。やばい、体がマジでバキバキだ。パソコンを打つのも腕がきつい、食べるのも腕がきつい。でもどんなきつくてもやることはやる。しっかりリカバリーして明日も頑張っていこう。おやすみなさい。いただきます。おはよう、今日も楽しんでこう。
今回は俺がトルコでどうやってチームを探したかについて語ります。トルコに知り合いは全くいませんでした。なのでトルコのチームをググって、インターネットで探して、でメールを送ったり SNS でメッセージを送ったりしてコンタクトを取りました。でエージェントとか代理人は使いませんでした。で他には、現地のトルコの人に俺は日本のサッカー選手だ、チームを紹介してくれって話しかけまくったりとか、現地のチームのクラブハウスに突撃したり、あとは現地でできた友達にチームを紹介してもらったりしていました。こんな感じで俺はチームを探していましたね、トルコで。トルコと違って日本だと当たり前のように練習できる環境だったりチームがあります。この環境に感謝してサッカーを全力で楽しみます。水曜日のトレーニングの影響もあり、未だに体が重いです。でもしっかり食べてリカバリーします。ストレッチして低周波治療器して、よし明日も頑張っていこう。いただきます。おはよう。体がバキバキできついけど今日も全力でやってきます。トルコリーグの位置づけについて語ります。簡潔に言うと、ヨーロッパの5大リーグよりはレベルが低くて、 J リーグよりはレベルが高いっていう感じです。例えば元日本代表の香川真司選手や長友佑都選手など、イタリアやイングランドのトップリーグでプレーした後トルコリーグに渡り、もう一稼ぎしてから日本の J リーグに帰ってくるという感じでした。トルコは8部リーグまであり、8部でも給料をもらえるチームもあります。トルコは日本よりもサッカーが盛んだったり、サッカーの環境が整っているので、プロやセミプロリーグの幅が広く、サッカー選手として給料をもらうという点においては、日本よりトルコの方がいいかもしれません。おっと、ここは貴重なアシストシーン。右からクロスを上げたのが俺です。転んだ。ゴールして、立ち上がってから俺は吠えます。さてここはフットブレインサイエンスラボっていう場所。今日はオーダーメイドインソールを作ってもらうためここに来ました。こんな感じで足の動きとか関節の動きなどをチェックしてもらって、自分に最適なインソールの形に整えてもらいます。インソール作成後は実際に履いて動きをチェックします。ランジしたり前に飛んだり、違和感があったらインソールを再調整してもらいます。じゃあ金井さんに作ってもらいました。ありがとう。外しとけよ。ありがとうございました。いいね、一番。じゃあね、頑張って。さあ明日はオフです。しっかり食べて、しっかりケアしたり仕事したりして、明日も楽しんでいこう。それでは皆さん、おやすみなさい。また明日。おはよう。今日も楽しんでいこう。おい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 、楽しんでいこうとか言いながら顔めっちゃ疲れてるじゃん。そりゃ4日連続で練習したら疲れるよね。今日はオフだからしっかりケアして働いて、フライパンでご飯食べて、オフを満喫しよう。いただきます。友達とご飯も食べて最高のオフでした。それでは皆さん、おやすみなさい。また明日。いただきます。おはよう。今日も楽しんでいこう。うん、笑顔からも疲れが取れているのが感じられます。さて今日は助っ人で試合に出てるんですが、試合はそっちのけで、トルコ下位リーグの外国人枠について語っていきます。トルコの7部から8部までは1チームにつき2人まで外国人がプレーできます。なんと今年度は3部から6部まで外国人がプレーできません。
なんて厳しいルールなんだ。ちなみにトルコリーグの外国人枠は毎年変動します。トルコリーグや外国人枠についてトルコサッカー協会のウェブサイトを見ればわかるのですが、いちいち調べるのは大変ですよね。そこで皆さんにお知らせです。外国人枠が変動したり、トルコサッカーで外国人がプレーする上での重要ニュースが発表されるごとに、この YouTube チャンネルや俺の SNS で皆さんにお伝えします。トルコの情報を見逃したくないそこのあなた、チャンネル登録や SNS のフォローぜひよろしくお願いします。おっと、ここは俺の得点シーンです。俺は今黒ゼッケンの8番です。ゴールの方に向かっていきます。注目していてください。ここで左側の黒い人にファー入れってコーチングして、俺はインに入ります。クロスの動きですね。こうやってマークを外してクロスに飛び込んで、利き足じゃない右足で最高なコースにゴールを決めます。ありがとう。試合後は友達とご飯を食べて、家帰ってまたご飯食べて、プレミアリーグ見て、最高の一日でした。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。それでは最後にお知らせです。どうぞ。俺の友達がやっている左足のブラックジャックというチャンネルで俺の動画の切り抜きをしてもらっています。そちらのチャンネルではサッカー系の動画をどんどん上げているので、よろしかったらそちらもチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。